リクエストにお答えしまして、究極のドレッシングの3、超ドレ3です。超ドレ1が人参、今ガチャンと落としてる、ね、秘書が膝ぶっつけました思いっきり、はい、あれ今のは僕です。はい、というわけでいきたいと思います。ではまずいくよ。途中ですよ。材料言います。用意してくださいよ。醤油大さじ3、酢、あ、醤油大さじ3、ここはい、酢大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、練りごま大さじ4、白でも黒でもいいです。昨日これあの皆さんと一緒に、雪のよう準備、あ、雪止んでるし、まあ、もう雪止んじゃったよ。はい、どうですか、これいいです。はい、そんなもの使う、ボールなんて使うわけないじゃないですか。これシェイクできないでしょ。はい、いくよ。そんなもの塾長は使うわけないでしょ。前回も使ってないでしょ。いくよ。はい、まず醤油の、醤油を大さじ3杯。ちょっと待って。醤油を大さじ3杯、大さじ3杯、大体、あの、見えてる？これ。いいよね。1、な、こんな普通測んないですね。プロは測んないです、こんなもの。大体で、ええ。オーライチ。はい、大さじ3杯、OK。みんな混ぜてますか、皆さん混ぜてますか、大さじ3杯混ぜてますか。はい、はい、次酢ね。酢もどきじゃないよ、酢もどきじゃないよ、これね、酢ね。はい、大さじ2です。混ぜてない。何目なした1、2と。はい、酢は大さじ2杯、はい、混ぜました。混ぜてないって何？はい、次、みりん1です。有機、これ本格みりん。みりん1、大さじ1。はい、みりん1、混ぜました。そして、砂糖大さじ1、これじゃできないね。はい、砂糖を大さじ1です。これを溶いて、あ、見えてる、なもんでいいかな。はい、大体大さじ1杯。はい。OK。はい。次、練りごまを大さじ4。で、これさ、めんどくせえ、どうしようかな。大体、これでやっちゃダメ？ダメって言われてました。はい。ね、あ、ピーナッツバターみたい。練りごま大さじ4。いきます、大さじ4ですよ。力士はあんまりね、ごま系はあんま好きじゃないんだけど、まあだから3番なんですね。はい、まあまあ一応これもっとでかいスプーンがあるといいですけど、まずこれで1ね。1、ちょっと下向ける、こう。はい、次2、
に、練りごま、なくなった、みんな入ってしまった。三、何？練りごまなくなったって、用意が、準備が悪いですね。昨日から準備したんじゃないの。はい、三、数え間違いないよね。数え間違いないよね。まあ大丈夫ですけどね、なんでもね。はい、四だっけ、これ。あと一。結構、あれですよ。いきますよ。はい、三、あ、違う。あれ？四？四かな。ちょっとモニターちょっともうちょっとチェックしてください。モニターがちょっとでかいですね。はい、はい、ちょっと待って。今料理に専念してんだよですからね。話しかけないでください。これも全部だったね。サトウキビ原料 100% の、これはスダキトウ、スダキトウっていうの？あれ見える？これこれもう入れていいかな。すだきと、すだきと、さっきのね、これね、さっきのですね、すだきとですよ。はい、以上、出来上がり。はい、これに蓋を間違わないで、このこれはこっちの蓋ですから、蓋間違わない。そして、この、適当な、適当にやったやつをですね、これをシェイク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 、これを振ってください。どうでしょうか。もうできちゃった。究極のドレッシング2、もうこのまま保存できるしね。 OK です、もういいでしょう。では試食します。はい、本日のサラダ、試食しましょうか。はい、もう。できてます。いいですか？では、やっちゅ！ちょっと待って、これもうちょっとでかくしようね。香りをまず、ちょっといつもよりあれかな。シャカシャカシャカ。はい、こんな感じ。あ、見えてねえか。ちょっと薄い感じ、薄いというか、その、あの水っぽいね。いきます。あまりトロトロしたのが好きじゃないんで、まあこれ調整しないかな、どうでしょう。はい、ちょっとかけすぎたかもしれない、調子こいで。はい、では、今できましたので、ぜひ、3番です。ちょうどれ3、ちょうどれ3、食べます。いただきます。うまい。なぜうまいかというと、実はあの、ごまドレッシング好きな方はいいんでしょうけど、あのね、普通のごまドレッシングってあまりにもちょっと、美味しい、さっぱりですね。なんつうの？ボテッとしてる、好きじゃないです。だからさらっとしたごまドレが欲しくて、このドレッシングを開発したの。いいですか？うまい。これ、あれ、逆に映るか分かんなくなっちゃうんだよな。つばうん、うまい。これね、はい、これはベストランなんかなと出る手作りドレッシングあるじゃない？あれうまい。開発したんですよね。え？開発？
何言ってんですか。陸上の開発に決まってるじゃないですか。いや、秘書の、あれは借りますけど、プロデュースは全て塾長ですよ。ドレッシングに関してはね。はい。で、これ、もっとなんかこうね、サラサラとかね、甘さを控えるためにどうすればいいかとかね。で、リクエストをしながら、ああだのこうだのと、入れるものを決めてもらうわけですね。うん、美味しかった。これうまいな。これどうですか皆さん。これそういえばオイルはこれは美味しいよね。え、もう OK、うん、質問ありますか。質問ありますか。はい、超奴隷の2番です。これね、超奴隷の2番どうでしょうか。はい、もうすごく美味しい。人参ドレッシング、超ドレ、今3番さ、今。超ドレの3番ね。超ドレの1番の人参ドレッシングにちょっと、ちょっと飽きてきたかなと思ったら、ごまドレッシングでやってみてください。すごく美味しいですよ。すごく美味しいですよ。すごーく美味しいですよ。はい。めちゃうまいです。もう一回言いますよ。いいですか？書き取ってください。ごまドレッシング、超ドレドレッシング3、ごま。超ドレドレッシング。超ドレ3。いくよ。材料、醤油大さじ3。酢大さじ2。みりん大さじ1。3、2、4。あ、終わっちゃった。YouTube チャンネル生きてるか？YouTube チャンネル生きてるか？終わっちゃった。これ、YouTube チャンネル来てますかね？大丈夫だね。大丈夫だね。YouTube チャンネルで行きます。よかった。今日から始まった YouTube チャンネル。塾長 YouTube チャンネル。生きてるか？大丈夫か？いけそうだよね。はい。じゃあちょっと待ってね。大丈夫そうだよね。はい。枠が終わってしまいました。それではもう一回言いますね。レシピです。超ドレ3。レシピ、醤油大さじ3、酢大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1ですから、3、2、1、1。ということでね、練りごま大さじ4、練りごま、大さじ4、白でも黒でも、練りごま。はい。大さじ1が約 15cc と考えましょうね。というわけで、ぜひ、作ってください。超ドレッシング、塾長3でした。これすっごく美味しいよ。今すぐ作ってください。どうぞ。それではさよなら。バイバイ。美味しいよ、すごく。